www.videonews.com。はい、皆さんこんにちは。第3回の経済債務オイコノミア、今回のテーマはですね、今いろんなところで物価が上がってるんですけども、インフレ円安についてお話ししたいと思ってます。で、ちょっとその始める前にですね、本日12月7日に収録してるんですけれども、ちょうど先ほど宮台さんが退院されましてですね、ビデオニュース .com のお知らせのページでもその元気な姿を見ることができると思います。意外にって言っちゃあれですけども、まだ8日しか経ってないんですけれども、普通に元気に話されていて、で丸劇の方でも、もうじき復活されるということですので、ぜひ楽しみにしてください。はい、ではですね、今回のゲストなんですけれども、経済評論家の中野武さんに聞いていただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕中野さんにお会いしたのは3年ぐらい前、そうですね、ですよね。当時僕が今ちょうどこの本出てますけども、今度出される本が、世界インフレと戦争ということで、今日できたばっかりで、本当もさっき編集者の方が届いて作りくださったっていう私も読んでないんですよ、書いただけで書いて僕も後で読ませてもらいます。その3年前中野さんとお会いした時にですね、ちょうど今もう一冊あるんですけど、ここに奇跡の経済教室っていうですかね、でこういう本も、出されてて、でこの本を読んだ時に、いや経済評論家が書かれる本は僕いろいろ読んでたんですけども、もともと国際のトレーダー、日本国際とかトレードしてたんで、珍しくこの本が正しいことしか書いてないっていうのですごいびっくりした記憶があるんですけども、その時以来中野さんといろいろお話しさせてもらってます。で早速ですけど、今のインフレについてどういうところに原因があると考えていらっしゃいますか。これはですね、この、今回の世界インフレと戦争って本で書いたんですけど、率直に言うとですね、インフレの原因っていくつも複雑な要因が絡まってて、とっても難しいんですよ。でどれか一つっていうことではなくて、で、今のインフレのじゃ原因を上げてみろと言われると、はい、これはもう皆さんもお気づきだと思いますけど、一番でかいというかすぐに分かるのは、2月にウクライナにロシアが攻め込んで、はい、でそれ以降エネルギーとか食料の価格が上がってしまったと、はい、これは直近では大きいですね。輸入物価、そうですね、ちょうどここにですね、どんなものを日本が輸入してるかっていう、表があるんですけれども、やっぱり一番大きいのがこのエネルギーですよね。石油、石炭、天然ガス、でこれが、大体その全体1000としたら 21% で、それがいくらになってるかっていうと、2020年に比べて 3.6 倍になってるんですよね。でそれとあと我々がスーパーとかで一番買う食料、身近な食料でいうとこちらですよね、はい、ウェイトとしては少ないんですけれども 1.6 倍になっていると、はい、でこれ日本って、ね、食料品もエネルギーもそうなんですけども海外から輸入していて、で自給率とかも見てみますと食料ですと、こういった日本こちらですね、もう圧倒的に低いんですね、 38%、うん、でエネルギーに至っては12%っていうこれちょうど中野さん前回丸劇にいらっしゃった時に TPP の話をされた、でその時にも話題にされてたことがまさに起きようとしてる。そうですね、だから食料依存度とかが高くてで海外に依存をしていると、はい、エネルギーも依存をしていると、うん、で世の中が平和だったら、安いところから買ってくればいいじゃないかという調子でやっておったんですけども、はいはい、今回のウクライナでの戦争が典型ですけども、
一旦その海外で何か戦争とかそういうショックがあったら、はい、途端に入ってこなくなる。